まず僕だけじゃなくて人間が住んでる世界っていうのは、周りにいろんなものがありまして、のいろんなものを普通は違いを見ますよね。それで、例えばこれは石だとか木だとかというふうにして、認識していきます。それで、そういう中に同じ種類のもんでも結局全部違うんだと。というそういう違いをまずどの辺でちゃんと認識できるかっていうのが、最初の重要な点だと思いますけどね。で、自分にとって必要なものと必要でないものが結構ありまして、で、それはおそらく人間が生きるためのものとしてね、入ってくると思うんですよね。自分が生きるために必要なものは何か、で、別な人が生きるためには何が必要なのか、すべてそれものにのある状況によって決まってくるわけですね。ですから僕が好きと言っちゃおかしいけど、僕がやっぱり必要だなと、自分にとってそういうものに対してとりあえずは関心を、たくさん持って、である意味で手にすると、あるいはその逆にものそのものが人間をこう呼び込んでくるっていうか、そういう状況を相対的にこう認識することが大事でじゃないかなと思っています。これはものを作る段階から逆算していけば、つまり作品を表すというのはある種のものを出現させるということになるとすれば、とりあえずはものに興味がないといけないわけですね。で、どういうものに興味があるかっていうのは、自分の資質を見れば、大体は想像がついて、それで、こういうものに興味があって、そうしたらこういうものをの方向に行った方がいいんじゃないかなということを自分で感じるわけですね、あるいは考えて。それから当然物ですから、その物がたくさんあるのと1個しかないの、そういうことによって、おそらくその手にする仕方が違うだろうという気がするんです。たくさんあるものに関しては、イマジネーションみたいなもんが膨らんで、それによって相対的にこう全体性を把握できるってことができますけど、1個しかないものに対して一体じゃあどういう付き合い方をするかというふうになると、むしろその1個のものの内側に入っていくっていう、そういう感覚を持たないと理解はできないと思うんですよね。ですから、そういうその日常的なものに対する近づき方を内側に入っていくか、あるいは外だけでいいのかということを、僕は小さい時からいろんな野山を歩いて、それでそのものの違いをたくさんこう認識しようっていう、あるいは自然にそうなってしまったと思うんですが、その違いをどういうふうなところに着眼してみるかっていうことがおそらく重要だと思います。やはり自分がこう手にしたいものとしたくないものって当然ありますよね。でもそれは向こうから見ると、一体人間とはどういう思考性を持ってその場にいるのかという逆算できるんですよ。そうすると、人間だけの意識でそのものの本質がこう成立してるんじゃなくて、むしろものの本質があるからこそ、人間のある種の行為性がね、そこでこう、照射されるというか、転写されるというか。そういうことなんだろうなと僕は思ってるんですよ。ですから、どんな風景でもものでも、まずその内側に入るみたいな感覚っていうか、そういうことを持たないとおそらく違いがね、見えてこないんじゃないかなと思っています。僕らの生活してる世界っていうのは、地面があって、その上にいろんなものがありますね。それ通常ですけど、しかしふとこう考えるときに、
地面の上にいろんな違いのものがたくさんある、それだけでいいのかなと。つまりある種の地面というか、その地質というか風土というか、そういうものがそのまんまそれは歩くとはいいんだけど、それを例えば石がもうちょっと違うところにあったら、一体それはその空間はどう考えたらいいのかとかふと思うんですよね、日常的に。そうすると地面の上に石がある、これは普通ですよ。でも地面から離れた石もまたこれ存在的にはあるでしょうと。じゃあそういうその地面から離れた石をじゃあどういうふうにして固定していくかということになりますね、発想としたら。そこに初めて人間のこう造形意識みたいな、それが入るのかなという気がします。はい、だからまあそれは石だけじゃなくて木でもそうです、草でもそうですし、あるいは逆に空に浮かんでるその雲だとか、そういうものがあの高さにあるけど、じゃあ目の前にこうあったらどうなのかということもまた考えていけるわけですね。そうした時にもちろん人間の視線も違ってくる、それから姿勢も違うでしょう。そういうふうな相対的にこうどんどん変わり得る状態がある種あって、それをどこで止めるかっていう問題になりますね。その止めたところが造形的な一つの視点だろうと思います。はい。今考えてもなぜそうなったか厳密に僕もよく分かんないんですよね。 でも普通のセンテンスになるとある種そのものの説明になっていくっていうところがあるような気がするんです。ですからその作品が説明して見せるもんじゃなくて、あるもっと違う意味での思考性の問題としては、指し示すだけでいいという気がするんです。ですからまず説明のない状態のタイトルがいいだろうな。でもちろんそれは読んだ時にある程度その見た人が人間の感性をこう揺さぶられるような、まあ、字面であればいいかなと。で日本語のやっぱりひらがなカタカナ入るとどうしても読んでいきますから、それはやっぱりダメでしょうねと思います。だから漢字にするとその、まあ、より記号的には漢字意味がね全体通らなくてもいいと僕は考えてまして、ある程度漢字の要素みたいなことが人間の中の分からない部分に作用すればその方がいいかなと思って漢字にしてるわけです。だからまあよく考えればそれは意味は通るかもしれないけど、全然通らないものもたくさんあります、それでいいんじゃないかなと思ってますね。ものを作るときにはどうしてもこう物を運びますよね。近くにあっても遠くにあっても、それで特に画廊とか美術館とかそういうところでやるときには必ず外から中へ入れてこないといけない。つまり運んでくる元の場所は一体何かっていうことを全然忘れてはいけないんですけど、大体そういう状況になるとどっからこれ持ってきたのっていうことが必ず出てくるわけですよ。でそうするとつまりある美術館の中に物を持ってきた時に物の来歴みたいな、これは何々山から持ってきた石ですよっていうようなことをですね、やはり暗示させる方法論みたいなことが必要であろうという考えで、とりあえずアクティベーション、つまり物が来るプロセスをね明快にしていきたいなと思って始めたんです。ある時もない時もあるんです。で例えば自分の行為で手をクッと伸ばすのと縮めるのと全然違うわけですね、自分の行為の中で。だからそういうその行為から発する場合もあるんですよ。ここまで歩いてきて何するっていうふうな、そういうことと、それからもう一つはやっぱりそこに物があって、その物にどう近づいたらいいかなというそのプロセスをですね、やはりまあ時間経過の中でダイレクトに
行くんじゃなくて、間接的にある空間を所有しながらですね、そのものに近づいていくということを考えます。それで必ずしもこう意味が通らなくてもいいと、ある程度人間の行為性というのはもうそれ自体で意味性を持ってますから、特別その意味を言わなくても、歩いて近づいて物がどういうふうにあってそこにタッチする、もうそれだけで一つの、まあ人には分からない部分っていうかな、そういう意味性も持つ行為性があると思うんですよね。だからそれの積み重ねでいくと行為の重層性みたいなことができていくわけですよ。あ、この行為の次にこの行為、それそこに必ず物が入ってくるというふうにして、まあ結末はつかないんですけど、一つの流れの中途のところで人間と物がごちゃ混ぜになりながら動いていくというのがアクティベーションの一つの方法論でしょうか。置かれた潜在性、潜在性っていうこと自体、僕にとってはかなり新しい認識っていうか、それまでもいろいろそういうふうな使い方はしてきますけども、言葉として使ったの初めてなんですね。で、何かこうダイレクトに確かにものは見てるけども、本当に見てるのかどうかと僕は疑わしく、僕自身が考えるわけですよ。そうすると違う要素によって、それがもしもものが成就してれば一体それは何だろうかという疑問が湧いてくるし、もしそういうふうな僕が考えたこととは違う意味で それがあるとしたら一体何なのか、やっぱり解明したいですよね。で、そういう解明する方向に向かって進んでいきたいと思ってるわけです。ですから僕は基本的にはやっぱり見えてるものがそのまんまその存在感としてあるっていうことはないと思ってますから、違う要素によってやはりそれも支えられてる部分があるだろうなと思ってます。ですからそういう隠れたリアリティというかアイデンティティというか、そういうものをこう暗示させるというかな、そういうことが必要だなと思ってます。それで、そのためには、まあ、もちろんこう僕だけじゃなくて他の人も分かる認識論、あるいは言葉というものが重要だろうなと思って潜在性というものをつけたわけです。で、そうするとそれぞれの中におそらくものに対するある種のその表向きじゃない認識みたいなものがあるでしょうから、それをやっぱり自分なりに見てほしいと思っています。そういう意味でつけてますね。やはり空間と場所っていうのは僕は大事だと思ってますけど、その場所を必ずしも全部物で埋める必要はなくて、つまりだだっ広い空間であれば、まあそれは人間がそこをずっとこう歩けますね。歩けますけど、歩くときに何か基準が必要なんですよ。で、その基準をどうにかしてこう設置したいという最初のプランがありまして、で、それにはまあ非常に閉鎖的なんじゃなくて、開放的に人間が歩き回って、かつその歩く方向性とか、あるいはスピードとか距離とか、そういうものを規制できていくということが、あの場所においてはやっぱり一つの造形の内容として、まあ、成立するだろうと思っています。ですからもう一つはやっぱり空間が開放的であれば一つの結界を作りたいと、ここから人間が入っちゃいけないよとか、こっちはいいですよっていう、そういう結界の方法を使ってるんですね。ですからこっちが結界を作ったところのこっちがもう同じように見えるけど意味は違うんだということも認識してほしいし、そういう意味で完全に閉鎖はしませんけども、人と目印として造形をするということを考えました。
まあそれでああいうコンクリートの四角いものをですね、まあ、つないで、まあ、視覚的にはラインになりますけど、そういうライン上に、まあ、人間が歩いたり、あるいは目をはわしたりというふうにしながら、その自分なりの空間を把握してほしいと思っています。そして場所の認識も同じように、あのどういう特殊性を持ち得るかということもやっぱり見る人にね、少しでも感じてほしいと思ってるんです。はい。